おめでとうございます。明けおめということで、今日は新春山登り、新春登山にね来ていますが、今日はこのピークデザインのキャプチャー、これでね何気にちゃんと登山をしたことがなかったので、このピークデザインのキャプチャーと、あとこのねすごい重めのセットアップ、ソニーの A7S3 と、1635mm の G マスターレンズで登山したいと思います。これでね心地よく登山ができたりですけど、これはちょっとやってみないと分かんないので、沖縄の山をちょっと登りに来ています。そしてもう沖縄は咲いております。ちなみにハイキングの時間的にはだいたい3時間ぐらいだと思います。3時間ぐらいのね山登り、ちょうど今この見えてる、はい、あの山を登りに行ってきます。で沖縄の山はすごい低いんですけど、かなり険しい岩山が多くて、で今日登る、古見台って山もその一つですね。もう途中ロッククライミングみたいになるんですけど、手袋忘れちゃった。そう、手袋忘れちゃった、まあ、その中でどれくらいで心地よく登っていけるかっていうのも知りたかったので、このセットアップでちょっと行ってきます。到着、今日は古巣だけなのであっち、よし、かなり険しい道これ足の踏み場とか、おいい感じ、ザ沖縄の山。ちゃんとここは道になってるの。ここはまだまだいい方だね。下山中、いろいろテストしてましたけど、いろいろ分かったことがありました。久美さん大丈夫ですか？はい、膝にくる膝にくるね、下山はね。下山は高低差が結構、高低差っていうのは山頂と地上の高低差とかじゃなくて、岩が一個一個大きいので、それを降りる時の高低差一歩一歩結構ガツンとね着地した時に衝撃が来る感じです。3月ぐらいがね沖縄の森のベストシーズンで、緑で綺麗なんですけど、今はまあ冬から春になりかけてる
沖縄の山もね、どんぐりたくさん落ちていい感じ。そう、どんぐりがたくさん落ちてますね。北部の山はね、どんぐりの木でいっぱい埋め尽くされてるので、まあ、いろんなね、亜熱帯系のもちろん植物もいっぱいありますけど、こんな感じで、こんなとか多分ないよね。亜熱帯系だよね多分ね。ということで、これをね、まあ、使って今下山中なんですけど、登りの段階でちょっと気づいたのは、登りの段階で結構いろいろ撮影しながら、今あのマンティスポットついてますけど、これを手持ちでねよく撮影したんですけど、たまにやっぱり激しい岩場になるとここにかけて、まあ、しばらく歩いたりとか、してましたが、その時にちょっと時間経過するとやっぱり、左肩が痛くなってきました。まあそうなるんじゃないかなと思ってたんですけど、まあ、ヒップベルトもして、まあ、いい感じにちょっと固定してやったらできるかなと思ったんですけど、こういうねちょっとあの登山バッグっていうよりは、まあ、軽登山のすごい小さいバックパックだと結構負担が感じられる感じです。これ多分右につけても右が痛くなったんだろうなって感じ で結局痛くて、とりあえず左肩がねすごい負担になったので、やっぱり片っぽに、これだけのセットアップに G マスターレンズ 16-35mm と、まあ、これもかなり重いレンズで、まあ、総重量多分 1.3 キロぐらいですかね。 1.3 キロぐらいだとやっぱり肩がちょっときつくなってくるので、結局いつもやってるセットアップというか、まあ、背負い方でやると一番楽だなってことが分かりました。でもこれが役立つときは、例えば下こうやって降りていくときとか上がっていくとき、岩場があって、まあ、ストラップつけてプランプランし始めたらカメラが危ないので、そういうときはここにつければ体と密着されて、まあ、当たりにくいから、まあ、安定はするっていう、はい、でも結局一番私が心地いいなと思ったのはストラップをつけてネックストラップ、蛍光するっていうやり方になりました。肩が痛いので結局これから最初ストラップついてなかったからストラップつけて、ちょっと斜めがけこうやってやってたけど、そしたらバランスがちょっとあれなんで、いつもの登山の時にやる背負い方これになりました。これやる時もあるけど、バックパックにちょっとくぐらせて、もうちょっと大きかったらこうやってやる時もあるけど、まあ、これの方がバランス取れてるし、荷物の重みは腰にヒップベルトで来てるから、こうやってやったら肩に負担がないから、これが一番いいってことが分かりました。でもこれはここに一応登山の時はつけて、まあ、さっき言ったようなちょっと岩場のシチュエーションだとか体にひっつけたい時はここにつけるっていう使い方で登山の時は使おうかなと。もしくはね、あのちっちゃいカメラだったらいいかもしれません。これはかなり重いセットアップなんで肩が痛いけど、RX100M7 とかあのちっちゃいカメラをつけたり、まあ、GoPro だったりとか 1X2 とかそういうちっちゃいカメラだったら多分何ともないセットアップなので、重さもないしだったらいいのかなと。ただ大きいカメラに大きいレンズはちょっと長距離はきついかもしれません。このバックパックでは普通の大きいのだったら分かんないけど、それでも多分そうだと思ってます。ということで、ピークデザインキャプチャーの登山検証、私のセットアップでですけど、はこんな感じになりました。めっちゃ大きい木登りトカゲがいた。え、どこ？うわー、これ飛んできたら飛ぶのかな。怖いね、こいつは噛むからね。だからさ、で今日はマンティスポットプロも、実は持ってきてずっと撮影してるので、これがね良かった点が結構あったので、山登りで使ってる時に、これのレビューはまた別の動画で、お知らせしたいと思います。ということで、動画良かったらいいね、評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。